皆さんこんにちは、管理栄養士の永吉美玲子です。今日の即決バランスクッキングはパプリカを使ったレシピをご紹介していきます。パプリカと豚肉のスパイス炒めを作っていきます。パプリカは本当に栄養満点で神食材なんですけれども、なかなかどういう風にお料理していいか分かりづらい食材でもあると思います。そこで今日は夏にぴったりのスパイスを使ったシンプルな炒め物をご紹介したいと思います。動画の中ではこのレシピの作り方と一緒に野菜をシャキシャキに仕上げる方法、お肉を炒めても硬くならない方法、そして時短で炒め物を作る方法、そんなコツもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは今日の動画スタートします。材料はこちら。スパイスはお好みのもので大丈夫です。それでは材料を切っていきます。まず主役のパプリカは中の綿の部分を除いて2つに切って太めの千切りにしていきます。この時の太さはだいたいこれぐらい、1センチぐらいですね。太めの方がシャキシャキになります。細すぎるとふにゃっとしてしまってシャキシャキに仕上がらないので、パプリカは太めで切っていくと美味しいです。続いて玉ねぎです。玉ねぎこうヘタを取ってから剥くと皮がねつるんと剥けます。こちらは薄切りにしていきます。玉ねぎの方がパプリカより火が通りにくいので、パプリカより細めを意識してください。残り半分もババババババと切っていきます。では材料を炒めていきます。この時お肉と油はまず火をつける前の冷たいフライパンに入れてください。よく広げてから火をつけます。コールドスタートをした方がお肉が縮こまるのを防ぐことができるので、柔らかくジューシーに仕上がるんですね。火をつける時は中火で、このようにジューッと音がいってきたらお酒を加えます。お酒を加えることでお肉がねさらに柔らかくパサパサになるのを防ぎます。そして今日はお肉に下味塩1つまみから2つまみと胡椒をしていきます。そしたらお肉の色がだいたい半分ぐらい変わるまで炒めていきます。ここであまり炒めすぎないようにするのが注意ポイントです。お肉完全に炒めてから野菜を入れるとお肉が硬くなってしまうので、6割変わったら野菜を入れて炒めていきましょう。ここからはこのヘラを使って炒めていきたいと思います。お箸だとちょっと炒める範囲が狭くなって焦げてしまうので、ヘラを使うのがおすすめです。今回薄めに切った玉ねぎと太めのパプリカ一緒に入れることで炒め上がりが一緒になります。お肉の色も半分くらい変わったところで野菜を入れていますので、すべて炒め上がりが一緒になるように手早く炒めることができるんですね。今回は野菜を投入してからだいたい 2,3 分くらいで綺麗に炒め上がりましたので、このくらいの時間を目安にあまり炒めすぎないようにしてください。それでは味付けをしていきます。今日はスパイスと相性のいい塩麹ですね。まずこちらで味付けをしていきます。そして塩麹だけだと味がぼやけるので、お塩を3つまみから4つまみぐらい入れます。そして今日の主役です。ちょっとピンボケしてますが、ガラムマサラを今日は使いました。そしてこぼしましたね。でそしてナツメグも入れます。スパイスはね、ほんとあるものでなければカレー粉でも大丈夫です。最後に胡椒を入れます。そしたら最後味をなじませるために炒めていきます。塩麹の水分が飛んで、そしてスパイスのいい香りがしてきたら出来上がりです。それでは今日のまとめです。野菜は火が通りやすいものは厚く、通りにくいものは薄くすると一緒に投入することができるので時短になります。お肉はコールドスタートとお酒を入れることで柔らかく仕上がります。炒め時間はあまり長くなりすぎないように注意しましょう。パプリカと豚肉のスパイス炒め完成しました。
当にあっという間に作ることができて、暑い夏にぴったりのレシピだと思いますので、ぜひ参考にして作っていただけたら嬉しいです。からこの食材紹介してほしいっていう食材があれば、ぜひリクエストもコメント欄にお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画では週に2回初心者の方でもできる簡単な即決バランスレシピを公開しています。ぜひチャンネル登録いただけたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。